こんにちは。今日は Apple の AirPods 型ポータブル Bluetooth スピーカーを作りたいと思います。これが全体の回路図です。構成パーツは DC ジャックソケットと BMS、これバッテリーの充電器ですね。で、そしてリチウムイオンバッテリー。そしてその BMS の接続先には DC-DC コンバーターと Bluetooth の受信機。そして、1チャンネルのオーディオアンプとスピーカーですね。それぞれの機能について少しずつ説明していきます。でこちらの DC ジャックソケットなんですけども、こちらは外部から充電するように使うようです。と外部から 5V の電源を、こちらにですね、まあ、プラグインすると 5V の電圧がこのバッテリー充電器に供給されて、でそしてその充電器はですねリチウムイオンバッテリーを充電します。でこの BMS なんですけども、主にですねバッテリーの充放電を管理する機能があります。具体的にはこちらのリチウムイオンバッテリーを過放電、過充電から守るといった機能があります。でそして BMS の出力電圧の先にですね、ここにスライドスイッチを入れます。これはですねスライドスイッチが閉じているときはこちらの回路全体が動作して、でそしてスライドスイッチがオープンのときはこちらが電源が切れているっていう状態になります。でこちらの DC-DC コンバーターなんですけども、こちらリチウムイオンバッテリーの出力電圧が 4.2V になっているんですが、それだとこの Bluetooth レシーバーですね、こちら 5.0V で動作します。それだと電圧が足りないので、こちらの DC-DC のブーストコンバーターで 4.2V を 5V まで昇圧します。でこちらの Bluetooth レシーバーなんですけども、こちらですね外部に Bluetooth のトランスミッターがあって、そちらから電波を送ってもらって、でその電波を受信します。その受信したオーディオ信号っていうのを、アナログの値に変換して、でそしてオーディオアンプに入力します。でオーディオアンプはですね、今回は 3V から動くものを使いました。なので、そのバッテリーをですね直接接続して、駆動します。で今回は、1チャンネルのオーディオアンプを使いました。そしてこの回路全体が、AirPods のエンクロージャーの中に入ります。こちらがリチウムイオンバッテリー充電器です。左側のプラスマイナスのところに DC ジャックソケットを接続します。次に BMS の B プラスマイナスのところにリチウムイオンバッテリーを接続します。リチウムイオンバッテリーに直接ハンダ付けすると電池を傷める原因になります。なのでこの部分にはスポット溶接をします。スポット溶接機は以前自作したものを使用します。概要欄にリンクを貼っておきましたので、そちらの方もぜひ見てください。スポット溶接用のニッケルストリップを作ります。熱で縮むチューブを使って電気的な絶縁をします。充電回路部分が完成しました。こんな感じで充電中は赤いランプが点灯します。そして充電が完了すると右側にある青いランプが点灯します。この状態だと完成した時に外部から充電の状態がわかりません。なのでこの LED 部分を少し改造します。表面実装の LED を取り外します。取り外した部分に新しくハンダ付けをし直します。
このように充電中は赤色の LED が点灯し、そして充電が完了すると青色の LED が点灯します。次にスライドスイッチを実装します。次に Bluetooth レシーバーに電圧を供給するために DC-DC コンバーターを実装します。左側の Vin プラスマイナスに 4.2V の電圧が供給されます。そしてこの DC-DC の手話通コンバーターはこのアウトプラスマイナスの部分に 5V の電圧を出力します。Bluetooth レシーバーに DC-DC コンバーターの出力部分を接続する前に、こちらの出力端子の電圧を調整しておく必要があります。こんな感じで電圧は 16V になっています。このまま接続するとレシーバーが壊れてしまいます。なので出力電圧を 5V に調整します。次に Bluetooth レシーバーです。今回は受信機として使用しますので、こちらを RX に合わせます。オーディオ信号はこちらの RX から出てきます。こちらのケース部分は大きくて邪魔なので使えません。なのでケース部分から中身を取り出します。こんな感じでスイッチを入れると受信機が無事に動きます。次にオーディオアンプを接続します。こちらのアンプは以前作成した超小型オーディオアンプです。今回はこのアンプを使います。動画の概要欄にこのアンプの作り方の動画をまとめましたので、そちらの方もぜひ見てください。もちろんこれ以外のアンプ、例えば PAM8403 とか、そういった汎用のアンプを使っても問題ありません。 PAM を使った場合、こちらのアンプは2チャンネルなので1チャンネル分無駄になってしまいます。それはもったいないので、今回は1チャンネルの左のアンプを使います。次にアンプにスピーカーを接続します。回路部分が完成しました。動作確認をしたいと思います。これからペアリングしていきたいと思います。こういう風にスイッチ入れると、回路部分が完成しました。
なので次は AirPods の外装部分を作ります。自分で 3D データを作るのは大変なので Thingiverse でダウンロードします。ちなみにこちらのモデルの作成者はブラメッシュ5013です。ありがとうございます。毎回同じことですけども、オートデスクの Fusion 360でデータを編集します。こちらが完成品です。左から順にスピーカーのカバー、スピーカーのホーン、そしてシリンダーの部分と底面部分です。こちらのシリンダーの部分には BMS のインディケーター LED の状態が分かるように穴を2つ開けました。こちらは底面部分です。丸い方に DC ジャックソケットを入れます。そして四角い方にスライドスイッチを入れます。 3D プリンターで部品を印刷します。サポート材を除去します。すべてのパーツが揃ったのでこれから組み立てます。はい、というわけで完成しました。 AirPods 型のポータブル Bluetooth スピーカーです。問題なく充電もできているようです。
電源を入れるとスピーカーの部分が青白く光ります。これで動いているかどうかが分かります。ちなみに充電中も使用することができます。1台だけじゃ少しおかしいので、もう1台同じものを作りました。左右ペアです。この時に1つだけミスしたことがあります。こんな風に Bluetooth レシーバーの LED の位置が変な風になっています。スマートフォンの Bluetooth は1台しか接続できません。なので2台同時接続可能な Bluetooth トランスミッターを使います。いかがだったでしょうか。音質の方は、まあ、あまり良くないですね。こちらは予想してた通りです、まあ、音質というよりかは見た目重視のスピーカーといった感じでしょうか。それでは動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。